はい、カフェ&キッチン向かいマスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、4月の23日の日曜日、東京競馬場で行われるフローラステークスの本命と買い目、そして、京都競馬場で行われるマイラーズカップの本命の発表をしたいと思います。はい、先週皐月賞を見事、見事というか、まあ、的中させていただきまして、まあね、いい形でね、東京開催、京都開催に迎えられたかなとは思っております。で、まあね、京都開催ね、久々ですよね。2年半ぶりになるのかな。なのでね、ちょっとね、楽しみではあります。どんな競馬がね、繰り広げられるのか、すげえ楽しみですよね。なんか、まあ当たるかどうかはまあ別なんですけども、まあ集中にね、動画上げさせていただいて、ちょっと三連複のね、ちょっとね、こう馬券を、まあ、強化していこうかなっていうので、集中の動画で1本上げさせていただいたんですけども、まあ今回もね、三連複っていうのもちょっと変えればいいなと思って、やっていきたいと思っております。ってことで、まあ、早速ね、フローラステックスの本命発表したいと思います。私のフローラステックス本命はこのままにさせていただきます。はい、こちらです。4枠7番のゴールデンハインドさせていただきました。ゴールデンハインドです。ちょっと人気ないかもしれないんですけれども、まあこの馬もね、まあ、悪い馬ではないと思います。まずね、最初に挙げたんですけど、ね、やっぱ開幕週なので、もしかしたら前残りで決まるんじゃないかなっていう、ちょっと僕はこの展開予想なんですけども、人気になってる馬がみんな結構後方からの、馬が多数を占めてまして、まあ、後ろでね、牽制し合っていただければこの馬もね、最終的にはね、前残りで3着以内っていうのはあるんじゃないかなとは思って、本命させていただきました。で、ゴールデンハインドに関してはね、大負けしない堅実性っていうのがありまして、今までね、走ったレース、まあ1勝2着2回の着外とか、まあ3着以下が3回なんですけれども、掲示板はまだ外してないんですよね。まあ、3着以下っていうのはね、まあ、4着5着っていうのがしかないので、まあ、大負けはしていないですし、タイム差もそんなに、ある負けではないので、まあ、堅実性、まあ、勝ち切るかどうかは別として、まあ、3着以内に入る可能性というのは高いんじゃないかなとは思っております。で、なおかつね、まあ、今回、休み明け3戦目で、出来もね、どんどん良くなっていると竹内調教師も言ってますので、ここはね、一発あってもいいんじゃないかなとは思っております。調教もね、悪い調教ではないですし、まあ、で開幕馬場であれば3着以内あるんじゃないかなと思っております。で、まあ、一応買い目なんですけども、まあ、今金曜日時点で、4頭に絞らさせていただきまして、まず3枠の4番のクイーンオブソウル、4枠6番の君の名はマリア、6枠11番のドゥームーランの8枠14番のイングランドアイズ、4頭をメインで、馬連ワイドまず買わさせていただいて、あとは3連複をもしかしたら買うかもしれないです。あとはね、当日どんな馬券を買うかはね、次の、実践編の動画で、見ていただければいいなと思っております。で、続きましてマイラーズカップなんですけども、こちらの方は本命だけ発表させていただきます。こちらの本命はこちら、ドン、5枠の8番のマテンロオリオンさせていただきました。マテンロオリオン。まあ、開幕馬場、まだね、ほとんどの馬が京都走ってないんですよね。なので、もしかしたらね、この走ってない馬っていうのがね、ドンと来るのかなと思っております。マテンロオリオンもね、まあ、どういう競馬をしてするのか、ちょっとまあね、横山騎手だからね、どんな競馬になるのかわかんないですし、もしかしてポツン、ポツン競馬になるかもしれないですし、普通にね、後位からの競馬になるかね、ちょっとね、始まってみないと何とも言えないですけどもね、かなり人気が落ちてるのでね、ここは、無欲の一発っていうのがあっても面白いのかなと思っております。こちらはね、本当次の動画でね、どんな解明になるのかはね、お楽しみしていただければと思います。
ということで、私の本命フローラステックスは、4枠7番のゴールデンハインド、マイナーズカップは5枠の8番マテンロオリオンにさせていただきます。はい、ということでカフェ&キッチン向かいマスターのやりたいことをやっていこう、4月の23日の日曜日、東京競馬場で行われるフローラステークスと京都競馬場で行われるマイラズカップの、本命と開幕の発表をさせていただきました。まあね、開幕週から荒れてくれたらね、僕も嬉しいなと思っておりますが、まあ久々の東京開催、そして京都開催、楽しめればいいなと思っております。まあそんな感じでね、僕は競馬に関する動画をメインで上げさせていただいて、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っております。なので、競馬好きの方だったり、競馬に興味を持ってこれから競馬をやりたいなと思っている僕の動画を見ていただいた方、もしよかったらチャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今回動画は以上とさせていただきます。ですね、日曜日がちょっとね、忙しくてちょっと日曜日動画上げられないと思うので、多分今度次の実践編の動画は月曜日に上げる予定とさせていただきます。もし運が良ければ日曜日に上げれるんですけども、多分月曜日になると思いますので、実践編どういう馬券を買ってどうなったか楽しみにしていただければいいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。